今日僕の個人的な話、痩せちゃうよ回転飯とちょっとダサくが続いた後に、レーシングこれね、足こぎレーシング、いやじゃないよ、勝手になんでやって呼んだやろ、そのぐらいかっこいいんやって、これは名作でしたね。ちょっと極める価値もありそうな続編が、普通にセガから出てもいいようなそんな感じがしましたけども、そこでこの流れをこのキープするために、この流れってない、俺の動画がちゃんとしたものになるようにここで勝負しましょう。うわ思い出したザ・連射っていうけど、まあ僕らがさすっごいちっちゃい時、あの高橋名人と森名人っていう人がいて、その人たちはすごいっつって、もういろんな噂がありましたよね。注射打ってんじゃないかとか、あんな噂ようあったな、でもちっちゃい時注射打ってんじゃないかとかってあったし、スターフォックスは任天堂のゲーム、スターフォースや、スターフォースの名人とかで、16連射って言っててボロロってやるけど、それでシュウォッチっていうのが出たんですよ。それみんな持ってたよ、金持ちは。そこで自分の速さを競えるんです。それで8回ぐらい頑張って8回とかなってるけど、定規でボロロンってやると高島に超えるっていうのをやってましたけど、福井県では。これはね、東京も共通なのかというのを聞きたいな、東京というか全国聞きたいなと思うのを今一瞬で全部思い出した、今一瞬で全部思い出しました。高橋名人、ちなみに僕会ったことあるんです。高橋名人は街に来まして、あのボンバーマンのことになってて、でボンバーマンのなんか16人ぐらいでできる特別なやつをそこでやってて、 PC エンジンので、そこでやってて、なんか勝敗グダグダになって、最後じゃんけんで勝ったやつに金のボンバーマンのスーハミ当たるっつって、小学生かなんか、そんで僕じゃんけんで、まさか高橋名人買って金のボンバーマンどっかに今の家にあります。はい、じゃあそう、優勝した人って言ってたような気がするけど、グダグダになって最後じゃんけんになるっていうね、連射でもないっていうね、そういう話も今さっと思い出されました。行きましょう。それだから、そのシュウォッチっていう連射の速度を測る、時計やったかな、あれシュウォッチ、いや時計ウォッチとかけてるのか今思うと、いや子供やで分からなかった。それがここの中に詰まってるってことですかね。なんでトレーニングしなかんねん。今日いいよそういう突っ込めるメニュー、いいよ。102連射だから野田さんぐらいでしょ、僕と大体。僕だから野田さんもビジュアルバムに憧れてか、僕のビジュアルバムですって言ってたんで、まあ、大体一緒なぐらいの育ちなんだろうなと思ってますけども、102連射12連射になってる、16連射と呼ばれてるから、やっぱちょっと衰えさせてるってところありますね、遊び方が。なんでトレーニングしなかんの。あ、俺が出てきた、俺じゃないけど。なんでこうたまに俺が出てくるの、俺じゃないけど。ここを、あ、やっぱほら、8連射やん、俺、さっきの記憶。小学生とか合わってないんかい。あのね、定規でブルンってやる。ちょっと待って、定規出してくるわ。定規なんてねえよ、俺最近。今これクレジットカードで大人のやつ。これ。この音。こういう感じで、クレジットカードでやると、こういうブルンって入るんですよ。ちょっと遅かったけど、ちゃんとした定規ね。透明のプラスチックの硬いやつ。20何連射いきます。皆さん、よろしくお願いします。誰やこれ、俺やけど、まだ俺と思えたくないミーがたまに出てくるけど、さっきの足こぎレーシングではなぜ出てこなかったんでしょうか。いきましょう。お、嫌やな対戦相手。やっぱ8だよな俺。小学校の時から変わってない。わ、シュウォッチやってたから、これシュウォッチって、何十年ぶりにこの手の、今指、つま先じゃね、親指と人差し指。俺人差し指をさ、つま指って呼ぼうとするぐらい年取ったわ、小学生以来。だから、そのぐらい経っても同じ、この、つまみ方してるわ。よし。ちょっと待って、対戦相手変えて。あ、そうなんや、こういう感じになってるやん。あ、こういう感じ、まだこの2人しか選べんのよ。一緒やな。スイカじゃないやつが出てくるかなと思ったけど出てこないですね。あ、間違えた。ポーズ。あ、ポーズ懐かす。あ、出てきた。
マナ、これ誰なの、この、この人ら有名人か、なんか見たことはないか。これだから作られた顔じゃないですよね、分割されてないから。あのフェイスオフとかと、あのうーん、シワちゃんの英語忘れた名前、トゥームレイダーじゃないし、何だっけ、忘れちゃったな。出てきた、誰これ。そうか、10秒でやるってのも当時と変わってないな。これで塩地を思い出す年代の人いるんか、視聴者さんの中にいるか。大体視聴者さんに仕事しよう。最高記録更新、これは負けそう。あ、ヒロミ、あれヒロミや、ちょっと待って、ちょっと待って、ヒロミって誰やったっけ、ちょっと待って、後で話そう。ちょっと待って、ヒロミ早い、ヒロミちょっと待って、あ、つら、いや、このね、つらって言った時の腕までのつらさ、これ小学生以来です。ちょっと待って、ヒロミって言うんだっけな、ちょタイムタイムします。うわ、まさか本当に奇跡起きてるかもしれん。ヒロインヒロミ降臨でって、これ前作で、その前作の時からもうクラウドファンディングしてる方で、で、ヒロインヒロミさんが、なんかコメントを最初にくれた、この動画に多分言ってたと思うんですけど、コメントを最初にくれて僕をフォローしてくれたんですよね、そのタイミングで。で、なんか、すごい攻略のやる気が出て全面クリア達成っていう動画になってると思うんですけど、この人です。僕、なんやった、昨日の1日3個、どの動画やったか忘れたけど、僕のファン、フォロワーさんにいる人がいるんですって言ってたのはこの人です。だからあの時の人じゃないですね。あの時っていうのはその参考の動画の人じゃ。ただ、これが、ちょっと顔ちゃうか？この人が、この人か？だと思うんやけど俺、絶対そうだと思うんやけど俺。やっば！こんなタイミングでここで全部やってよかったんやけど。てか、ツイッター見ればいいんや。ちょっと待って。ちょっと待って、ガチすぎますわ。名前、急連射のヒロミになってる。写真もそれになってる。はぁ、やっぱすごいファンやでさ、この人多分。このゲームの。うわぁ、ちょっと待ってください。これ開いていいですか？ちょっと待ってくださいね。ちょ、横にゼノブレード3って出てる。先からゼノブレードをやればよかったって言ってるけど、この16連射で、高橋名人と1個前の足こぎレーシングはゼノブレード3より面白いと思います。ちょっと待ってね。ちょっと一回開いたけど、ちょっと個人情報漏れすぎ、まあ個人情報って言ってもいいかもしれんけど、なんか開いてしまったらちょっとあれかなと思ったんで、一回やっぱ開くのやめて。いや、でもこの人やった。しかも名前ちゃんと聞くれちゃうように書いてる。またここの動画もしかして見てくれてたら、なんか言ってくれるかもしれないですね。九連射のヒロミとしてどうやってクラウドファンディングしたんやろ？九連射のところにと、よかった。このゲームやり込んで。やり込んでないけど、そんなに。この方と今対戦したんすね。一年ぶりです。もし見てたらありがとうございます。ヒロミさん。僕よりお笑いすぎの。ピース綾部くんとウーマーラシュラーの村本くん、アインシュタインのゆずるくんのファン。あれ？あれ？野田さんのファンじゃないやん。でもこれ、ね、いや、しかもここで負けるってすごいなぁ。すごいなぁ。いや、すごいなぁ、この人やっぱり。ありがとうございます。何の話これ。ああ。